はい、それではお待たせをいたしました。10時20分になりましたので、第2部としまして、ISS 滞在中の、希望、日本実験棟での利用ミッションに係る記者説明会を開始いたします。進行の方は広報部報道メディア課の岸が務めさせていただきます。ご参加ありがとうございます。この後ですね、説明者の方から、古川宇宙飛行士が ISS 滞在中に予定している希望利用ミッションの説明をさせていただきます。で、説明が終わった後、質疑応答という形にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。早速ですが、本日の説明者を紹介いたします。JAXA 有人宇宙技術部門、有人宇宙技術センターの、インクリメントマネージャー、第70次長期滞在担当の井上夏彦でございます。井上の方はですね、古川宇宙飛行士が、ISS 滞在中のインクリメント70で、インクリメントマネージャーを務めさせていただきます。それでは井上さん、よろしくお願いいたします。はい、岸さん、紹介ありがとうございます。第70次長期滞在のインクリメントマネージャーを務めます、井上と申します。よろしくお願いいたします。既にご紹介ありましたように、本日皆様にお配りしておりますプレスキットの抜粋をもとにですね、70古川宇宙飛行士が滞在中の利用ミッションについて、これからご説明させていただきます。資料の投影をお願いできますでしょうか。ありがとうございます。次のスライドをお願いいたします。で、時間もございますので、古川がすでにご説明した部分ですとか、こちらの中にですね、すでに書いてある部分は、なるべくコンパクトにまとめてご説明させていただこうと思います。冒頭説明ございましたように、質問を最後にお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。次お願いいたします。はい、で、こちらは古川と同じですね、滞在期間中に、飛ぶミッションですので、こちら割愛させていただきます。次お願いします。で、こちらですね、古川の、ミッションパッチ。で、下にございますのが、古川が滞在するインクリメント69、および私が担当いたします、インクリメント70のパッチになっております。こちら参考までにご紹介させていただきました。古川宇宙飛行士、こちら2つの、長期滞在期間にですね、またがって ISS に滞在することになります。次お願いいたします。体制の紹介になります。こちら部門長の佐々木、ISS プログラムマネージャーの酒井、こちらの2人ともですね、有人宇宙開発および ISS の世界長く経験積んでおりまして、この2人の頼れるボスの下で我々活動するということになっています。次お願いします。次お願いいたします。はい、で、先ほどの60、インクリメント69の期間と79の、あ、70の期間に、滞在いたしますので、本日私がご説明させていただいておりますけれども、第69次のインクリメントマネージャーといたしまして、井田というものが務めております。滞在当初は井田が、古川のサポートをするということになっております。次お願いいたします。で、こちらがインクリメント J、リード J フライトですね。こちら古川の担当する期間のですね、前半の部分について、担当する渡辺沙織、J フライトになっております。ちなみに後半は高橋桜子、インクリメントリード J フライトという2人の女性の J フライトが務めるという予定にしております。次お願いいたします。はい、で、先ほどからのインクリメントマネージャーフライトダイレクター、詳しい方はもうご存知かもしれませんけれども、役割の紹介を簡単にこちらでさせていただいております。で、ちょっと分かりやすくするために、テレビドラマみたいなものの撮影、役割とちょっと、リンクさせて説明させていただいておりますけれども、私、インクリメントマネージャー、役割としては、プロデューサーに当たるというふうに考えていただければよろしいかと思いますけれども、事前にですね、その期間中に行われる、さまざまな利用、ですとかシステムについて、宇宙飛行士の持っている時間、動ける時間っていうのは非常に限られているので、それを有効に使って、できるだけ、多くの実験ですとかをもうできるように計画を立てていくと。で、もし軌道上で何か
そうですね、計画通りに行かなくなったときには、事前に立ってた優先順位等に従って、どういうふうに組み替えていけば、成果を最大化していけるかというところを担当しております。で、我々、インクリメントマネージャーが考えた計画をもとに実際に実施していただくのが、ディレクターと書いてあります。まあ、その名の通りフライトダイレクトになります。で、こちら、実際にですね、フライトディレクターは、管制官のトップとしてですね、様々な、運用に必要な事柄に精通しておりまして、どういうふうに、行えば宇宙飛行士がうまく実施できるかということを、考えて、同じく管制官の仲間に指示を出すとともに、宇宙飛行士にもそれを伝えていただくという役割、直接宇宙飛行士とやり取りをするという役割を演じていただいております。で、最終的に、国際宇宙ステーションという舞台の上で、いろいろな作業ですを実施するのが宇宙飛行士ということになっております。この3者が、きちんとですね、バトンをつないで連携をして、国際宇宙ステーションでもって、いろいろなミッションを行っていくということになっております。次お願いいたします。はい、こちらも、先ほど紹介しましたので割愛いたしますけれども、今回、先ほどの野球の例えありましたけれども、この4人の中では、長期滞在、ISS での長期滞在やっているのが古川だけだということもありまして、野球部でいうと、甲子園に出場経験のある先輩が、頼りがいのある先輩がいるというような形になるんじゃないかなというふうに考えております。次、お願いいたします。はい。で、ここからが、JAXA が実施予定の希望利用ミッションということになっております。で、こちら、本当は、もう少したくさんですね、あるんですけれども、時間の関係で、いくつか抜粋させて、ご紹介させていただくことになります。よろしくお願い、次お願いいたします。で、こちらもキーメッセージですね。こちらは、古川の方からもご紹介ありましたけれども、古川さんのミッション、宇宙でしか見つけられない答えがあるからというものをキーメッセージとして、例えば友人、これからのですね、有人探査に向けた様々な技術実証等、あるいは希望で行われる無重力環境ですとか宇宙環境を利用した実験などでもって、様々な新しい知識、知見を得ていきたいというふうに考えてございます。その下にインクリメント69と70のキーメッセージも書いてございますけれども、ご興味のある方は JAXA のホームページなどご覧いただければと思います。で、その下にですね、古川宇宙飛行士と、我々地上要員というものが、スペースジャパンという、ハッシュタグつけておりますけれども、こちら、タッグを組んでですね、一つのチーム、ワンチームとして、宇宙でしか見つけられない答えというものの探求を進めていく。で、成果を示していきたいというふうに考えてございます。次お願いいたします。で、希望利用戦略における位置づけですね。こちらの、希望利用センターというものが、部署が紹介しているところからの抜粋ですけれども、我々、国際宇宙ステーションの、利用延長というものに、すでに同意しております。で、ここから先、国際宇宙ステーションの中でですね、様々な成果を積みつつ、有人宇宙探査に向けた 作業も進めていくと、有数の直前の、重要な時期だということを示してございます。次、お願いいたします。はい。実施予定の利用ミッション、一応の抜粋になりますが、大きく分けて、3つのカテゴリーに、分かれております。右上、青色が有人宇宙技術と書いてございますが、これは超長期、滞在のための技術ですとか、探査のための技術獲得のもの。で、その右ですね、左側、薄い水、緑色で書いてあるのが、長期利用オープンイノベーションの推進、民間の利用のものと。で、一番下、オレンジ色で書いてあるのが、科学利用というところで、科学研究等の推進というものになっておりますけれども、これらの3つの分野の中心に国際協力人材育成というのもありますけれども、日本についてはですね、ISS で唯一のアジアからの、参加国だということで、特にアジア地域の、人材育成などにも力を入れて、おるところでございます。次お願いします。利用ミッション一覧ですが、こちらの方も飛ばさせていただきます。はい。で、これからの個別の、テーマに、ついてですね、ご紹介させていただきます。で、こちらについては先ほど古川からも言及がありました、次世代水再生、技術実証システム、JWRS というふうに呼んでおります。
で、こちら、日本が、こういうものを作るというのの、強みの一つが、やはり、小型ですとか、コンパクト、高効率というところですね。こういうところがございます。で、そういうのは小型の、水再生の装置というのを作り上げていきたいということなんですけれども、先にも言及ありました通り、こういう液体を使った、実証実験とかをするときに、大きな障害の一つというのが、水の中で発生する気泡なんですね。これ重力があるときには、水と空気っていうのは勝手に分離してくれるんですけれども、無重力の中だとそうもいかないで、電極の周りにくっついたりとか、パイプを塞いだりとかですね、そういうことをしてしまうというような、厄介なものでもあります。で、このような、液中に存在するですね、微小な、気泡がですね、どういうふうな影響を及ぼすかっていうことを、様々な条件を変えながら実証して、実際にですね、ゲートウェイで積まれるものの、水再生のシステムの実機の設計にこちらのデータを活用していきたいと、考えているものです。次お願いします。で、そうだ、先ほどちょっと紹介申し、遅れましたけれども、先ほどの3つのカテゴリーに分かれておりますとありましたけれども、こちらのタイトル、実験のタイトルの左側にですね、こちら今ですと、有人宇宙技術と、科学利用と書いてありますけれども、カテゴリーどれに当たるのかというのが書いてございますので、ご参考にされてください。で、2番目、こちらも将来の有人探査に向けて重要な技術なんですけれども、火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価。要は、宇宙のような微小の重力の環境の下で、固体のものがどういうふうに燃えていくかというような実験をしていくというものです。で、こちらの、やっぱり重力がないとですね、例えば燃えてても対流が起こらない、などですね、地上とは燃え方が異なってくるんですけれども、こういう材料の燃えやすさ、燃えにくさっていうのは地上とどういうふうに変化していくのかというようなことを宇宙で実証していくことになっております。次のページをお願いいたします。で、こちらですね、どんな感じで実験を行うのかというふうに、書いてございます。希望の中にですね、固体燃焼実験装置というのがございまして、その中に、入れてですね、実験を行います。で、最初ですね、一番、すでに ISS で一回実験を行われておりまして、その時は薄い燃えるろ紙、物を起こす時に使うろ紙ですね、紙ですね。で、インクリメント70では薄いアクリルですとか、綿布のようなですね、燃えやすいもので、燃えた後にカスが残るものや残らないものというような形で材料を変えていって、難燃性の繊維なんかも入れていって、燃えやすさ、燃えにくさがどういう材質によってどう変わるかというようなことを実験していくことになっております。その次お願いします。こちらについても古川から言及ありました。我々イントボール2というふうに呼んでますけれども、船内の可搬型ビデオカメラシステムの実証2号機とか、非常に可愛らしい、アニメにでも出てきそうな、ロボットですね、になっております。で、こちら一番最初の行に書いてございますけれども、写真や動画の撮影というふうに書いてありますが、宇宙飛行士が写真や動画の撮影するというのは、広報だけではないんですね。特に細かい、複雑な実験装置の据え付け、システム機器の据え付けですとか、手順の細かい実験をするときには、後から、どこで何か間違いがあったのかとか、あとは実験をしている、研究者の方が地上で見て、ここはこうするんだよというような指示をするために、様々な写真や動画を撮影します。で、それも宇宙飛行士がやると結構バカにならない時間を使っていくんですけれども、このイントボール2号機というものを使えば、宇宙飛行士の手を煩わさなくても、そういう写真や動画の撮影ができるということで、2号機ということで、こちら、移動のですね、自分の位置を見分ける精度が高くなったりですね、自動でドッキングステーションに戻って充電をしてくれるというような形で改良が行われてきているものです。より宇宙飛行士の手を煩わせないような形で支援ができるというようなシステムになってございます。その次お願いいたします。こちらの説明自体は割愛しますけれども、古川が地上で訓練している時の画像が出ておりますが、一番下ですね、このちっちゃい装置ではあるんですけれども、撮影品質が 4K のビデオカメラと等ということで、非常に細かいところまで解像度を上げて見えるというような優れもの装置でございます。その次お願いいたします。
で、細胞の重力センシング機構の解明と書いてあります。こちら、化学利用というふうに書いてありますけれども、単なるサイエンスではありません。下の方に実験の意義と書いてございます。で、これ、最終的には、細胞というのがどういうふうに重力を感じるかというところで、重力がなくなった時に起きる、筋萎縮、筋が、弱く細くなっていったりですね、骨が、カルシウムが抜けて脆くなっていってしまうと。そういうようなメカニズムの、解明の、一途になっていくということを期待されておりまして、その成果も長期の特にですね、探査のような長期の宇宙滞在に役立てることができるというふうに考えているものでございます。次のページをお願いします。こちら我々、細胞ラックって呼んでるんですけれども、細胞培養実験装置の中で、培養して、行います。で、中段に書いてございます、本研究3回に分けて実施するということで、第1回目すでに行われております。で、この時には、マイクログラビティの環境でのみ行われていたものなんですけれども、第2回、今回の時には、今回では、マイクログラビティと 1G の環境に分けてですね、重力がどういうような影響を与えるのかというのをもっと精密に見ていくことができるというような実験になってございます。で、こちら第3回も、ありまして、第3回は残念ながら、古川が降りてインクリメント、71以降になってしまうんですけれども、この第2回の実験で、得られたデータをもとにですね、重力感知に影響していそうな要因を絞り込んで、さらに、詳細なデータを得るという予定になってございます。で、こちら右側にも書いてございますけれども、狭小点顕微鏡という、優れた顕微鏡がございまして、軌道上で細胞の様子というのをリアルタイムに観察することができるということで、この細胞が重力を感知するところのメカニズムは非常に初期に敏感なところで起こるということで、このようなリアルタイム観察を行って、そのダイナミズムというんですかね、そういうものを確認していけるというのも、JAXA の実験の器具として非常に長所になっているところでございます。次お願いします。次は古川からも紹介があった立体臓器装飾技術の開発というところですね。で、こちらも、2回目、ごめんなさい、お名前失礼しましたけれども、1回目というのも実際に行われております。で、1回目は、肝芽細胞ですね、iPS 細胞を使って、肝臓の元となるようなものを作って、それを3次元的に集めることですとか、大血管を模した、組織の周りに、それがくっつけられるかというのを確認いたしました。で、第2回の今回というのは、そちらもう1段階上で、くっつくことも分かったので、だんだんその肝芽というのを、肝臓の、しっかりとした組織に、自分で、形作っていけるようなことができるかということと、その大血管の周りにその組織がくっついたときに、血液ではないんですけれども、その、栄養分を流して、培養ができるかという技術というのを確認するというのが、今回の、ミッションになっております。次お願いします。残念ながら、この実験のサンプル自体は、古川さんが、帰ってきた後にですね、サンプルが届くんですけれども、古川がいる間ですね、それの実験がすぐに始められるようにですね、新しく、開発いたしました、この自動溶液の交換器具というものについて、チェックアウトを行ったりですね、する予定になってございます。次お願いいたします。で、ここからですね、いくつか船外のミッションが続きます。こちらも有名なので、ご存知の方も多いと思いますけれども、超小型衛星の放出ミッションというものです。これは希望の非常に優れた特徴なんですけれども、独自のエアロックとロボットアーム両方持っているということで、すごい10センチ角の小さいマイクロサットというものを、飛ばすことができると。軌道上から放出することができる。これ何がいいかっていうと、輸送船で上げるのでですね、梱包して、ショックを、和らげる形で、上げることができるということで、そういう、いわゆるロケットに積んで、打ち上げる衛星に比べて、非常にですね、コンパクトで開発費も、低く済むというところで、宇宙のですね、非常にこう敷居を下げる、宇宙利用の敷居を下げるということで、非常に価値がある、こちらミッションになってございます。で、今回が JSOT、古川が滞在するときには27回目の放出ということで、着実に、放出の個数ですとか、
積み重ねているところでございます。次にお願いします。次のページに古川、滞在中に発出される予定2期、ございますけれども、書いてございます。東京大学、がいずれも噛んでおりまして、ビークという衛星とクラークサップ1という衛星になってございます。こちら、まあ、中身についてお読み取りください。次お願いいたします。やはり宇宙飛行士がいるので、どうしても船内に、まあ、なんていうんですかね、スポットライト当たりがちなんですけれども、宇宙環境を利用した船外での実験というのも、JAXA は多くやってございます。こちらの中型暴露実験アダプターを利用した暴露実験と書いてございます。まあ、当初は船外暴露の実験というのは、確か 5×4×5×6 メートルぐらいの非常に大きなですね、実験装置を据え付けてというふうに、運用していたんですけれども、それだとやはり開発費、開発期間等もかかりますし、まあ、いろいろな業者さんとかですね、参入がしにくいということで、ここに書いてある中型暴露実験アダプター。あとはその2ポツ目に書いてありますけれども、これにアタッチする形で小型ペイロードの支援装置というものが開発されて、すでに実装されております。で、まあ、これ中型 ICP の方については 200kg 以下の実験装置を積み込むことができると。で、小型ペイロードスパイスというふうに思いますけど、小型ペイロード搭載支援装置の方には、まあ、マイクロ、あのキューブサットサイズの実験装置を搭載することができるということで、非常に、まあ、こちらも宇宙環境の利用のですね、敷居を下げてくれているというものです。一番下のポスにも書いてございますけれども、まあ、外部から運用できるというのも非常に優れた特徴になっておりますし、ペイロード運用者がですね、わざわざ JAXA に来なくても自前の運用室というもので運用ができるというようなものになってございます。次お願いします。で、古川滞在中のミッション予定がいくつか書いてあります。HTTBEF2 というのは、まあ、HTTP を用いた地球の観察というもので、これは、まあ、非常に長くやってございます。まあ、珍しいところ、新しいところでは、2番目に書いております、シークレットというですね、まあ、スカパーなどと、まあ、民間さんとですね、協力してやらせていただいておりまして、暗号、まあ、光通信でもって、暗号通信をやるというような技術実証をするものですとか、あと ICP2、一番下に書いてありますね、JAXA が日立造船さんと共同研究をやらせてもらっている全固体電池、まあ、最近まあ、車なんかにも積まれようとしているという、まあ、一番最新の電池になりますけれども、これを宇宙の過酷な環境でも、きちんと運用できるというんですかね、できるようにして、まあ、できるようなものの実証をしていくと。まあ、こちらの応用先としては、例えば探査ですと、まあ、ローバーなんかに積むことで、非常にコンパクトで出力の高い電池が、手に入るですとか、まあ、地上でも高真空の環境での固体電池ですとか、あとはまあ熱的に厳しい環境での、まあ、電源としても活用できるというふうに考えられているものです。次、お願いいたします。これは希望ロボットプログラミング協議会というやつですね。これももう第4回になります。希望ロボプロチャレンジというふうに、呼んでおります。こちら、先ほど言いました、このアジア、特にアジア太平洋地域のですね、学生さんなどを、まあ、中心にしてですね、計画しております。で、まあ、ドローンロボットをプログラミングして、まあ、いろんな競技を希望の中でさせるということになっております。で、こちら、アジア太平洋地域というふうに書いてございますが、この次のページお願いできますでしょうか。で、こちら、中段書いてございますけれども、まあ、国連宇宙部様とご協力することによって、国連加盟国の学生にも参加機会を増やすということが、今回は可能になっております。で、書いてございます通り、30の国と地域からですね、まあ、1685名の参加者が参加できるというふうになってございます。まあ、第1回のロボプロチャレンジの時には、参加国7カ国だけでしたので、まあ、4回重ねるごとにですね、参加国数も増えておりますし、参加者数も非常に伸びているということで、まあ、アジア地域の宇宙人材、あとはグローバル人材の、なんていうんですかね、育成の促進に役立っているというものです。まあ、宣伝になっておりますけれども、一番下のところに書いてございます。国内予選の結果も、まあ、YouTube 等で中継されておりますけれども、軌道上決勝大会が10月の中旬頃予定しておりまして、こちらも決まりましたら、JAXA のホームページにて紹介させていただく予定です。
で、続きます。次がアジアントライ 0G というものですね。こちらの帯のところに書いてございますけれども、宇宙実験、簡易な宇宙実験を、希望に乗っている宇宙飛行士2、3に試してもらうということで、こちらもすでに何回か、やっているものでございます。こちらも中心は人材育成のプログラムになっておりますけれども、今回特に面白いのが、次に行ってもらっていいですかね。次のスライドお願いします。はい、中段のところですね、書いてございます。今回はこれに加えてと3発目のところに書いてあります。簡単な物理実験だけではなくて、エクササイズに将来的になりうる動きや姿勢というものを募集しているというのが特徴です。実は宇宙ステーションできてからも、結構年月が経っているんですけれども、運動の、種類っていうんですかね、自体はそんなにバリエーションがなかったりするんですけれども、これ簡易にできて、筋力とか、エクササイズに効果があるというものができたら、個人的には非常に面白いなというふうに考えておりまして、ぜひ、この決勝の様子とかもですね、見たいと個人的に考えているものでございます。で、こちらも下に、宣伝ですけれども書いてございまして、今の最終選考中で、冬頃の時期に軌道上実験を予定しているということになってございます。次お願いします。ちょっとまた固めのものに戻ります。で、こちらのエルフと我々呼んでおりますけれども、静電浮遊を利用した高精度熱物性測定ということです。で、静電気の力ですね、クーロン力と書いておりますけれども、資料を、ふわふわと浮かばせて、それを非常に、高い精度で位置を制御して、レーザーで加熱して、溶解させていくと。で、無重力ですので、特にですね、容器と接触していないということで、このるつぼからの、なんていうんですかね、コンタミ、別のものが溶け出してくるとかいうものがないので、目標とする資料の非常に高い温度での振る舞いというものがどういうふうになるかというのをよく見ることが、精度よく見ることができるということで、これも運用長いですので、いくつかですね、論文等、学会誌とかでも紹介されておりますし、非常に我々安定して運用しておりますので、NASA ともですね、協力のプログラムというのを締結しておりまして、2020年から NASA の研究というものも進行中で、国際協力の良い見本になってございます。次のページをお願いいたします。で、ここの中に、実施予定のエルフ実験というのを書いてございます。で、最初のテーマが、我々レゾナンスと呼んでいますけれども、フロリダ大学の教授。2番目が、マイクロ、スーパーグラスと呼んでますね。こちら、米国の企業の研究者がなっておりまして、こちら2つが、この中でいうと NASA の実験ということになっております。下のですね、その下に置いてあります、インターフェイシャルエナジーという略称の学習院大学の渡辺教授の実験。あとは、静電浮遊炉技術実証エルフテックデモって書いてございます。こちら JAXA の石川教授の実験。これらが JAXA の実験になっております。最後の E の枠書いてございますけれども、エルフ一般にも開放してございまして、有償利用制度による実験というのが書いてございます。で、こちらの、ある程度の条件ですね。あと、お金の条件というのも書いてございますけれども、JAXA のホームページにも書いてございますので、こちらも実は研究者の方々に、あと、企業の方々に、大いに宣伝したいところになってございます。次お願いいたします。高品質タンパクの結晶実験ですね。こちらの宇宙関係の漫画とかでも非常に取り上げられておるので、有名になっております。こちらもやっぱり無重力で余計な対流等が起こらないということで、タンパク質結晶というものが非常に高い精度で観察、結晶、高い精度の結晶ができて、観察ができるということになっております。で、こちら、先ほど思われましたけれども、地上の創薬等について貢献できるというような形で、我々、こちらも継続的にやっているものもございま、やっているものでございます。で、その次のページをお願いいたします。で、こちらの、一番下のところに民間パートナーによる有償利用と書いてございますけれども、その他に国際協力の案件とかでやっている実験もございますし、ございまして、JAXA のこれもホームページになりますけれども、UAE との協力実験というものを6月に実施、したりしてございます。搭載資料についても、いろいろな、資料を搭載する予定になっておりますし、おりまして、
特に膜タンパクという、製薬だけでなくて、ライフサイエンスの研究にもですね、非常に重要な、膜タンパクの資料というものも数多く、含まれる予定になってございます。で、こちらも、有償利用をしているということで、こちらのスペース BD さん、が事業者として運用しているものでございます。で、その次をお願いいたします。で、こちらは、サイエンスの、側面が非常に強いところです。スペルムステムセルズというふうに呼んでいます。宇宙環境が精子の幹細胞に及ぼす影響の解析です。で、精巣ですとか精子というのは非常に宇宙線の影響を受けやすいというのが、知られております。で、宇宙で、携帯、なんていうんですかね、代替わりというんですかね、子供を作って、育ててというようなことをする上で、精子に対して宇宙放射線がどういうような影響を及ぼすかというような研究になってございます。で、こちらの方はフリーズドライの精子というのを使うというのが特徴的で、凍結できて非常に長期、ちょっと長い期間の間、保存が効くということでした。一番下の方に書いてございますけれども、最長3年間、冷凍保管して、その間宇宙放射線による、機能の変化というものがないかというのを、解析するというのが目的になっているのでございます。次お願いします。で、ここからは、直接古川が携わるわけではないんですけれども、非常に JAXA として力を入れているミッションについてのご紹介です。これは先ほども、ございました、二酸化炭素除去の技術実証、DRCS というふうに呼んでおります。こちらも、やはり JAXA のですね、JAXA のというか、日本の特技にもなっておりますけれども、コンパクトで、効率がいいというような二酸化炭素を除去するシステムというものについて、今後、実証していく予定です。はい。で、これ自体は、得られた知見というものがゲートウェイの、に搭載される二酸化炭素の除去システムについて、信頼性の向上を図っていくというものになってございます。で、これもですね、先ほどの水の再生、あとこちらの空気の再生ということで、こういうのをひっくるめてエクルスというふうに呼んでおりますけれども、こちらの主要な、2つのですね、システムというもので、こちら JAXA 貢献していきたいということで、考えているというところです。その次もお願いいたします。光2と書いてございます。微小重力下のシリコンゲルマニウム結晶というものです。で、こちらのシリコンゲルマニウム結晶というのが、有毒物を含まないで、非常に、安定してて、いい結晶だということで、特にですね、実用的にもですね、下の方に書いてございますけれども、優れた半導体材料の開発、ですとか、あとはすでに、成果に一部なっているところでは、そのシリコンゲルマニウム結晶というのを、レンズにすると。いうものになっておりまして、こちらの方ですね、いろいろ結晶の生成技術というものの実証というのをしております。で、上の段に戻ってしまうんですけれども、この高品質な結晶を生成するということで、古川の前に実験をしておりまして、その実験の成果を解析をして、古川が降りた後になってしまうんですけれども、引き続き実験を行っていくと。いうものになっております。こちらの JAXA のオリジナルの技術ということで、ご紹介させていただいたものになります。次お願いいたします。はい。で、こちらの関連のリンクになっております。それぞれの、ミッションですね。利用のミッションにつきまして、以下のようなリンクでもって、ご紹介もさせていただきますので、興味ある方はこちらの方も参考にしていただければ、我々としても幸いです。次お願いします。確かこれで最後でしたかね。はい、以上になります。ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、ご質問ありましたらよろしくお願いいたします。はい、井上さん、ありがとうございました。それではこれから質疑応答に、入りたいと思います。ご質問の方ですけれども、今回もたくさんの方ご参加いただいておりますので、1回にあたりまして、お一つとさせてください。複数ご質問ある方は再度チャット欄の方に書き込みをいただければと思います。よろしくお願いいたします。それではチャット欄の方にですね、
ご質問ある方は、社名と、お名前を書き込みをお願いいたします。はい、早速ありがとうございます。読売新聞、山並様、お願いいたします。読売新聞の山並です。第1部の、会見の際にも少しご案内があったと思うのですが、打ち上げの日程について、NASA の発表では17日以降というような案内が数時間前にあったようなのですけれども、NASA の発表があったことは間違いないのかという確認と、JAXA さんとしての現時点での発表内容について確認させてください。お願いします。はい、そちらの方については、まあ、個々の方に、回答いただいた方がいいかもしれないんですけれども、NASA さんが、発表されたというのは、まあ、こちらの方としても了解というか、認識しているところでございます。JAXA として正式な発表がいつになるかは、ちょっとすいませんが、私の方からは答えかねますので、広報さんに答えていただければ大変助かります。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。広報騎士ですけれども、今、井上のも申し上げた通りですね、NASA の記者会見において打ち上げ日の方、日程についての言及があったというのは承知しております。目標となる打ち上げ日程っていうのが、これで示されたわけですので、ただこの後ですね、国際間で、きちんと正式決定が、なされた後に JAXA としても正式にプレスリリースという形で、お知らせしたいと思っております。ちょっと近々だとは思うんですが、日付いつ頃リリースできるかといったところはちょっとまだ調整の上になりますので、ご了承ください。キーさん、どうもありがとうございました。はい、山並さん、よろしいでしょうか。はい、すいませんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて、共同通信の末様、お願いいたします。共同通信の末です。よろしくお願いいたします。次世代の水再生システムの件でちょっと聞き落としたくらい恐縮なんですけれども、この試験機というか実機というんでしょうか、を、軌道上に持っていって実験するのは今回初めてという理解でいいのかということと、あと、これは、ISS 取り付けが最初の目標かなと思うんですが、将来的に例えばゲートウェイとかにも、取り付けたいと考えているのか、その点のちょっと見通しもお聞かせください。お願いいたします。はい、この実験自体は、古川の登場より前からですね、実験を行っております。で、引き続き、いろいろ条件を変えながら、実験を行っていくと。で、古川の時にも、検証を行、実証を行っていくということになってございます。で、こちらのプレスキットの方にも書いていたかと思うんですが、38ページになりますね。で、こちら、まあ、基本的には、JAXA の方で、このエクルス、日本の強みであるエクルスを探査の方に生かしたいというふうについては、まあ、考えているところでございます。で、これがそのまんま、なんていうんですかね、ゲートウェイ等に乗っかるというものではないというふうには承知しております。あくまでも、今回のですね、実機の設計に、成果を活用させていただくというものになっているところです。わかりました。じゃあ、すみません。ちょっと前段の方で、その試験機というのもすでに、希望に取り付けてあるという理解でよろしいですか？はい、その通りです。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてのご質問、日刊工業新聞の飯田様、お願いいたします。あ、すいません。日刊工業新聞社の井田です。よろしくお願いします。先ほど化学実験について、今回古川さんされることを、教えていただいたと思うんですが、結構、複数あって、これまで日本人宇宙飛行士がされてきたものの、継続のものもあったりっていうのもあると思うんですけれども、今回の中で、いわゆるその目玉となる実験って、今回の中で、例えば1、2個挙げていただくとすれば、どこが、いわゆる、目玉っていうんですかね。そのあたり、ちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね。やはり、我々のキーメッセージも書いてありますように、今の時期大、まあ、トピックとしてなるのが、どうしてもその有人探査に向けた、技術実証というところと、あとは希望の利用の多様化というところになってくると思います。有人宇宙技術、探査に向けた技術の実証というところでは、やはり先ほど出ました水再生のシステムですとか、まあ、フレアと呼んでいる、まあ、無重力空間で物の燃え方がどうなるかというのを実証と。こちらがですね、宇宙空間での、これからの月探査に向けた、非常に重要な技術になってくるところかなというふうに考えてございます。で、2点目の希望の利用の多様化という意味では、まあ、セルグラビセンシングというものとスペースオルガノジェネシス。まあ、前者は細胞がどういうふうに重力を感知するかというところ。あとは、後者の方は細胞の、まあ、立体バイオ、臓器の立体バイオですね。というところで、こちらの希望の利用の中でですね、いろいろな、まあ、定型的な、利用をしやすくするような形で、プラットフォームというのを、作っているところなんですけれども、それの新しい、細胞の培養のプラットフォームに向けてですね、こちらの実験を、の成果を役立てていこうというのも考えてございます。ですので、こちら、今挙げた実験というものが、まあ、私の特にインクリメントの中でも重視して実験していきたいなというふうに、実施していきたいなというふうに考えてございます。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いてのご質問は、時事通信神田様、お願いいたします。時事通信の神田です。よろしくお願いします。イントボール2なんですけど、ちょっと私、聞き逃していたら申し訳ないんですけれども、まあ、主な改良点ということで、自動でドッキングステーションに戻って充電できる。水力を強めたとか、事故位置の推定というのがあるんですけれども、これそれぞれ、例えばその事故位置の推定っていうのは、例えばどういうような形でやっているのかとかですね、あと前回のイントボールの時の、まあ、フィードバックで、こういうことが足りなかったねとか、こういったことがあるといいねっていうような、どういったものがあったのかっていうのを教えていただけますでしょうか。はい、大変申し訳ないですけど、あまり細かい技術的なところについては、承知していない部分多いんですけれども、こちらの方に資料41ページの方にも書いてございますけれども、事故位置推定というのが、ありがとうございます。その前に書いてありますけど、ターゲットマーカーっていうのが、書いてございます。で、まあ、これまでのそのイントボール、1の時ですとか、まあ、他の、まあ、その自動の、システムみたいなものは、ここにこれがあるよっていうターゲットマーカーっていうものを目印をつけて、その目印を、なんていうんですかね、まあ、その目印でもって自分がどこにいるかっていうのを、推定しなければいけないんですけれども、それがなしでできるようになったと。というところは、まあ、なる予定だというところが非常に大きなところなんだと思います。というのは、なんかその画像認識みたいなのを使っていらっしゃるのかなとちょっと思ったんですけども、その ISS 内のターゲットマーカーのような、その特定の形のものではなくて、その ISS 内の何か、そう、風景を見てですね、判断しているとか、あと、それとももうちょっと別のものを使っているのかなとちょっと思ったんですが、そこまで詳しいことはあれですかね。申し訳ありません。ちょっと恐れ入りますけど、私もまあターゲットマーカーがないということで、まあ、そのような処理ではないかなというふうには推測していますが、はい。わかりました。恐れ入ります。それとそのフィードバックみたいなものっていうのは、聞いてらっしゃいますでしょうか、前回に。そうですね。前回ここに書いてございますように、まあ、基本的な実証として、無重力空間で自分の姿勢が保てるというところと、あとはその、まあ、移動制御ということで、ちゃんと進んで止まれるというところはできたというふうになっています。そこからのフィードバックというところになると、まあ、その開発上のところになってくるので、ごめんなさい、こちらの方も、まあ、それを踏まえた上で、より推力を高めるですとか、自分の自己認識、自己位置の認識というのを高めるようになったというところまでしか、私の方では承知しておりません。申し訳ございません。わかりました。ありがとうございます。ございます。はい、ありがとうございます。まだお時間の方はございますので、ご質問ある方は書き込みの方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。共同通信、七井様、お願いいたします。
すいません、共同通信の七井です。ちょっと騒がしいところからで、失礼いたします。よろしくお願いします。第一部の方でですね、古川さんがその、まあ、責任者を務めた例の研究不正の件でですね、そのカメラを取り付けてっていうふうなお話もされたと思うんですけれども、今ほどお話しいただいたようなさまざまな実験、これはもうすべてそういったカメラを取り付けてやるという理解でよろしいんでしょうか。まあ、もしあと余裕があれば、他にその研究不正を受けて今まではやらない新しい対応というもので別に何かあればよろしくお願いします。はい、カメラを取り付けてやるということについては、これまでも複雑な、組み立てですとか、手順の細かい実験については行ってきております。で、そちらについてはですね、事案の決定を受けて増やすかどうかについてというのは、今回現時点では、特に私の方で承知しているところはないんですけれども、そこのところは運用上しっかりやっていきたいということで、古川から、まあ、意見の表明があったんだというふうに、考えてございます。新たに加えるものが、何かというところについても、新たに加えるというよりは、まあこれも古川の繰り返しになってしまいますけれども、例えばそのメモをつける、仲間のクルーと情報共有をする、あとは何かこうおかしいと思ったら、まあ、意見をですね、言いやすいような空気を作るというようなところ、まあ、基本動作をきちんとやっていくというようなことで、おっしゃられ、言われたんじゃないかなというふうに考えています。答えになってますでしょうか。承知しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いて、フリーランス林様をお願いいたします。ライターの林です。よろしくお願いします。次世代水再生技術実証システムについてお伺いしたいんですけれども、今回は液中に滞在する、微小なマイクロバブルが水処理にどのような影響を与えるかを調査するというふうに書かれてるんですけれども、これ前回若田さんが滞在中に一連の模擬尿からその水ができるまでを実際に初めて検証してみたということを確かおっしゃっていたと思います。その中で課題として出てきたという認識でいいのかという点が一つと、若田さんの時は模擬尿から実際の水リサイクルするまでをされたということなんですけれども、今回も模擬尿を使うのか、そしてできた水についてその若田さんの時のものを実際にその飲料に耐えるものかどうかっていう検証がなされたのかとか、その若田さんの時のフィードバックと今回との模擬尿を使うのか、実際できた水を、まあ、飲むということがあり得るのかとか、そこら辺の流れについてお伺いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、最初のご質問で、実際に今回の、実験の中で、まあ、実尿を使うかというところだというふうに理解しましたけれども、今のところ私の聞いている中では、模擬尿を使うというふうに聞いています。で、こちらは実証システムですので、軌道上で、そのサイクルされた、水について、飲水、それを宇宙飛行士が飲水するかという話についても、このインクリメント70の中では少なくとも予定されてはいないです。で、若田の時に、まあ、サイクル回して、ますけれども、その資料がちょっといつ降りてくるのかといういつ降りてきたかというのはちょっと今すぐに出てこないんですけれども、そちらについては内容解析中、いずれにせよ内容はまだ解析中、降りてきているとしても解析中だというふうに承知しています。それでそのバブルが出るという実験の内容については、で若田さんの実験結果から浮かび上がってきた課題ではないということですか、今解析中ということ。そうですね、バブルが出てくることについては、まあ、そのこのような液体を使って、まあ、技術実証するときにはつきものの、まあ、割とつきものの何ですかね、要因になってきております。はい、ですのでこの気泡が出てきて困ったなっていうふうに若田の時に、あって、それでもって、まあ、今回、なんていうんですかね、実験、研究の対象にしようというわけではないです。
さまざまにいろいろ流速等を変えて、実験をしていってという、理解していただければと思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次のご質問、ございましたら、書き込みの方をお願いいたします。書き込みを、書き込みいただきましたね。すみません。共同通信、末様、お願いいたします。2回目すいません。共同通信末です。重ねてすいませんが、次世代水再生装置の実験で細かい点何点か確認させてください。参考資料で、提示されて、提示が挙げられておりました。これ、2018年とかですかね、その、JAXAS の、この説明を、も見たんですけれども、この時だと、今後の展開の話がちょっと触れられていたんですが、例えば現状にその ISS にこの装置をそれこそまあ2028年までに何か実際に動かしてみたいとか、そういった実用化の時期的な目標というのがあれば教えていただきたいというのが1点と、もう1点が、このサイズと、省エネルギー性というのは、NASA の装置の4分の1のサイズで、消費電力が2分の1というのは、現状も目標として変わらないのかということと、あと最後にもう一点、これ分かれば、現在のその ISS 内での水のリサイクル率って何パーセントぐらいなのか、市場からは定期的に水って今も持ってっていうのか、その辺がもし分かれば、確認できればありがたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。申し訳ないんですけれども、まずこの、水再生の技術実証を受けた、実機というんですからね、に向けた道のりということについては、正確にはすいません、私、把握しておりません。古川の滞在期間中に、実証を行うというところについては、計画させていただいているんですけれども、その先の開発スケジュールについては、ちょっと、調べてみないとわからないところでございます。で、2点目なんでしたでしょうか。はい。以前の、昔の資料の説明で、この試験機のサイズ、もしくは目標とするサイズが、NASA の装置の、4分の1で、消費電力は、2分の1とあったんですけど、それが変わっ、スペックとして現在も変わってないのかという理解でいいのか、点ですか。そうですね、こちらの、今、実験の目的自体は変わっておりません。ので、求めているところも変わってはいないんではないかと思いますけれども、機能上で何するかというところまで、把握しているところでありますけれども、その開発上の目標値のところについては、ごめんなさい、こんなことばっかりで申し訳ないんですけど、開発上の目標値まではちょっと把握しきれておりませんので、知る限りでは、同じ目標に向かって進んでいるんだというふうに理解しています。あ、で、すみません、ラストが、現在のその、ISS 内での水回収率という現状なんですが、これは持ち合わせていただくと思うんですけど。そうですね。それもちょっと、現時点でどれぐらいの水がリサイクルされているのかは、ちょっと調べてみないとわからないところです。すいません。3つとも申し訳ないんですけれども、直ちにはわからないですね。あ、すみません。じゃあ、お手数ですが、後ほどで構いませんので、広報、岸さんとかを通じてお答えいただければ助かります。よろしくお願いします。了解いたしました。はい、ありがとうございます。はい、ご質問の回答の方を整理しまして、後ほど候補の担当の方からですね、本日参加いただいている皆様宛てに回答させていただきますので、少々お時間いただければと思います。はい、では続いてのご質問、いかがでしょうか。書き込みを待っている間にですね、先ほど時事通信神田さんからありました、インドボール2の、ご質問ですね。これ、少々お待ちください。はい。井上の方から、ターゲットマーカーなしで事故位置についてが可能というような改良が行われている旨は資料上でご説明させていただいておりますが、
ちょっと調べられる範囲で今調べたところ、画像処理を用いてですね、事故位置を測定するというようなソフトウェアを積んでいるというのが分かりました。ただ、ちょっと詳細なところまでは今調べきれてないんですけれども、一応画像処理技術を使っているということは、今回の改良点の一つということだそうです。で、このソフトウェアを開発した企業さん、国内の企業さん、SL さんという企業さんになりますけれども、6月の段階でですね、ニュースリリース、6月8日付でプレスリリースも発されているようですので、もしよろしければご参考に、ご覧いただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではご質問いかがでしょうか。もしないようであれば、ごめんなさい、今その間に書き込みいただけましたね。共同通信七井さん、すみません、カメラの件でということですが、どのようなお話になりますでしょうか。すみません、共同通信の七井です。たびたび飲み込みが悪くて申し訳ありません。先ほど そのカメラの件でちょっとお伺いした分で確認をお願いしたいんですけれども、その今どこまでそのカメラをつけて実験をするかっていうのは、全部というふうに決まってるわけじゃなくて、どこまで広げるかっていうのは、検討中であるという理解でよろしいでしょうか。はい、そのとおりです。今は、イントボール2は、チェックアウトといいまして、所定の機能というのがきちんと軌道上で、発揮できるかというところのテストをこれからすることになっておりますので、その、なんていうんですかね、それで、イントボール2を用いて、具体的にどの実験の撮影をするかというところについては、まだ未定となってございます。ごめんなさい、カメラというのは、その、古川飛行士のその方に。ごめんなさい、イントボール、すいません、かぶってました。どれについてというのは、はい、その通りですね。いろいろちょっと軌道上でのですね、宇宙飛行士が使える時間っていうのが限られているというところがありまして、基本的には難しいところはカメラをつけてというふうになっているんですけれども、そのカメラを使う時間、カメラをつける、設置する、またそれを撤去するための時間というものが入らないというところも、あったりします。特に軌道上の作業が混み合っているところでは、そのような様々な要因を考慮しなければいけないので、今この段階で確実にこれにはこれをつけてということを申し上げることがなかなか難しい状況です。じゃあ、今時点でそのこれの実験にはつけますっていうのもちょっとはっきりとは言えない段階という。そうですね、実験を行うことが第一の目的にはなってくると思います。それぞれの、各、実験をする日とかですね、日単位のですね、そのクルーの忙しさによってつけられるかつけられないかというところも決まってくるということをご理解いただければと思います。承知しました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて読売新聞、山並様お願いいたします。読売の山並です。2回目で恐縮です。こちらももしかしたら広報ご担当者の皆さんのご回答になられるかもしれないんですが、まず、日本人宇宙飛行士としての最高齢での宇宙滞在に、もし古川さんがご予定通り半年間滞在となれば、若田さんの記録を更新になる見込みであるのかという事実関係、細かい部分を確認させていただきたいというのが、点と、今後の取材機会についての確認になります。以前のご案内ですと、次は、打ち上げの生中継と、あとドッキング日になられるのかなというのがある、ご案内あったかと思うんですが、その確認と、そのドッキング後、例えばその地上との中継といった、そういった別の取材機会が今後ある可能性があるかというのをお伺いできればと思います。こまごまと失礼しました。はい、ありがとうございます。ちょっとご指摘の通り、その宇宙飛行士のファクトの部分と、今後の、取材予定につきましては、どなたか広報の方、代わって答えていただければ助かります。
はい、岸です。まず取材の関係の方ですね、2問目と3問目になりますが、基本的には古川が、皆様の前で直接、対応させていただくのは今回の、先ほど行いました、会見の方が、最後になります。その後打ち上げに向けての NASA の、メディアイベントの方が、進めていきますので、まあ、予定の方がちょっとまだなかなかはっきりと申し上げられないところではありますので、そのあたり明確になりましたらまた後ほどお伝えしたいと思います。また軌道上に上がってからもですね、これも実際に上がってみないとですね、軌道上のスケジュールはっきりしてきませんので、またそれも分かり次第お伝えする形になるかと思います。で、一番最初にいただきました最高齢の関係の方はきちんと事実関係確認した上でまた、ご回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、続いてのご質問ないようであれば、これで本日の質疑対応の方を終了とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。大丈夫そうですかね。はい、それではですね、約1時間、にわたりまして、イノベの方から、ミッションの説明の方をさせていただきました。またご不明な点等ございましたら、広報部の方にお問い合わせいただければ適宜対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは井上さんありがとうございました。はい、また最後にご参加いただきました記者の皆様も朝早くからのご対応誠にありがとうございました。以上をもちまして、本日の説明会を終了させていただきます。誠にありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。